京奈和自動車道は、名前の通り、京都、奈良、和歌山を結ぶ総延長 120km の自動車専用道路です。大阪を大きく取り囲むルートとなっており、関西の環状線としての役割も担います。京都と奈良を結ぶ北部区間は有料ですが、奈良と和歌山を結ぶ南部区間は無料です。巨大な環状線の大半が無料という、関東や東海地方にはない、とても素晴らしい特徴を持ちます。ただ、この京奈和道ですが、休憩施設が少なく、なかなか休みが取れません。和歌山ジャンクションの特殊な作りがそれに追い打ちをかけています。今回は、京奈和道の南半分にあたる奈良と和歌山を結ぶ区間を走行しました。郡山下津道ジャンクションから京奈和道に入り、和歌山ジャンクションまで走行しました。走行の様子をご覧ください。郡山下津道ジャンクションからスタートです。4倍速でお送りします。ここの料金所は、西名阪からの出口料金所になります。名古屋方面から来た車は、ジャンクション手前の天理本線料金所で料金を精算済みなので、ここはフリーパスです。そして、ここから南の京奈和道は、無料です。無料なのに、国道24号と並走している橿原北インターまでの区間は、片側2車線のとても走りやすい道路となってます。京奈和自動車道は平成の高速道路になります。北側の京都と奈良を結ぶ京奈道路と呼ばれる区間が真っ先に開通し、その後は南側が途切れ途切れに開通してます。今通っている区間は2006年開通と、南側区間の中では比較的早めの開通区間です。ただこの先の橿原北インターで途切れてます。途切れた区間の開通予定は示されていないようです。橿原北インターで一旦道路が途切れます。途切れた区間は国道24号を通ります。高架橋の橋脚が建設されており、着々と工事は進んでいるようです。ただ橋脚の上にまだ何も乗っていないなど、開通にはまだ時間がかかりそうです。先ほどの区間が開通してもう20年近く経つのですが、どうしてこんなにタイムラグが生じてしまっているのでしょうか。今走っている道路は橿原バイパスという道路なのですが、片側2車線で結構立派な道路です。なのでここに新たに高速道路を作る必要性が低く、後回しにされたという事情もあるようです。
まもなく京奈和道の橿原高田インターです。画面横方向にかかる高架橋は大和高田バイパスという道路です。国道24号、165号、166号のバイパスだそうで、南阪奈道路の延長上にある高速仕様の道路です。この大和高田バイパスと京奈和道がここで接続し、橿原高田ジャンクションとなるそうで、これは2026年に開通予定とのことです。このジャンクションが開通すれば、京奈和道から大阪方面に行きやすくなりそうです。再び京奈和道に入りました。ここから先は対面通行です。次のインターは御瀬インターです。この漢字で御瀬とはなかなか読めません。大多数の人は御所と読み、名古屋人がたまに御所と読みそうです。御瀬南インターはパーキングエリアも併設されているのですが、残念ながら下り線からは利用できません。運転しながらそろそろどこかで休憩をと思っていたのですが、次のパーキングエリアは約 35km 先の葛城西パーキングエリアとなってます。無料なので途中のインターで下車して道の駅を探しても良いのですが、残念ながら葛城西パーキングエリア付近まで行かないと道の駅はないようです。飲食店とか探して休憩するしかないようです。ここを通る際は休憩できそうな場所をいくつかあらかじめ探しておいた方が良いかもしれません。この辺りからトンネルが連続します。4連続のトンネルで山間部を抜け五条市に向かいます。これらトンネルがあったからなのか、この辺りの開通は2017年と遅めです。トンネル地帯を抜けました。ここから先は開通が比較的早めです。この辺りは五条道路と呼ばれる区間ですが、2006年に開通しています。ここを皮切りに順次西に延伸していき、約9年後の2015年には終点の和歌山ジャンクションまで開通しています。ずっと山寄りのルートを通っているので、市街地の用地を買収して高架橋を作るのに比べると難易度低めだったんだろうと思います。ただずっと山寄りの高台を通り続けていることで、終点の和歌山ジャンクションが少しおかしなことになってます。それは後ほどお送りします。和歌山県に入りました。
このカントリーサインは何を表しているのでしょうか。和歌山といえば、江戸時代中期に将軍になった徳川吉宗を輩出した徳川御三家の紀州藩があったところです。吉宗以降の将軍は、最後の徳川慶喜を除いて、すべて吉宗の血筋だそうなので、江戸時代は絶好調だった藩です。今回は、紀州藩の居城、和歌山城を目的地にドライブしてます。和歌山城はこんな感じの立派な城です。城内にはなぜか小さな動物園があり、ペンギンもいました。徳川御三家を微塵も感じさせないビジュアルです。ようやくパーキングエリアが現れました。道の駅のようで、一般道からも出入り自由となってます。駐車場も一般道と京奈和道で区別されてません。ここは EV 充電器はあるようですが、ガソリンスタンドはありません。高速を降りて市内を探す必要がありそうです。今回走っている京奈和道の南側区間は、ご覧の通りパーキングエリアが極端に少ないし、数少ないパーキングエリアにもガソリンスタンドがありません。なので京奈和道を通る際は、ガソリンスタンドの場所もあらかじめ調べておいた方が良いかもしれません。少し調べてみると、並走している国道24号沿いには点々とあるようなので、ガソリンが少なくなったら京奈和道を降りて国道24号を走れば割と簡単に見つかりそうです。
岩出根頃インターが京奈和道最後のインターです。ここから先は有料の阪和道に接続しているため有料となります。トンネルを抜けると和歌山ジャンクションです。高台にありとても景色がいいです。和歌山方面のランプは約 3km も続きます。本線のような光景ですが、ここはジャンクション内のランプです。さっさと合流すればいいのにと思ってしまいますが、この区間は阪和道も下り坂なのでなかなか高低差が埋まらないようです。一番近接している上津の地点でこの高低差です。これでは合流したくてもできません。すぐに合流していれば利用できたはずの阪和道の紀の川サービスエリアがこれのおかげで利用できなくなってます。ただでさえ少ない休憩施設がさらに削られ、京奈和道ユーザーにはかなり厳しい状況です。京奈和道を通る際はお気をつけください。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、高評価お願いします。